こんにちは、工場長です。今日はみんなでサーニアエキスポに来ています。ご紹介をお願いします。はい、こんにちは、勝又博物館です。こんにちは、カニキャンです。アナロリンリンです。はい、今日はみんなで中をぐるぐる探検していきたいと思います。行きましょう。会場に入るとまずこのようなシナモンちゃんの大きなケーキがあります。でシナモンちゃん今年15周年ということでこんな感じに大々的に大きくいます。そしてその横にはこちら新キャラクターのマルモフ日和のモップちゃんがいます。でこちらのモップちゃん家が大好きですごく引きこもりがちなキャラクターらしいです。でこの毛布をかぶっているのを引きずりながら歩くのがモップみたいでそれでモップちゃんみたいな名前だそうです。続いて進むとぐでたまのコーナーがあります。こんな感じでぐでたまが冷蔵庫になっているような感じでそこにぐでたまたちがたくさんいます。こちら新キャラクターのゆでちゃまというキャラクターだそうです。こんな感じで可愛いですね。プリッとしたお尻がとっても魅力的です。そしてこちらも新キャラクターでシャキピオというキャラクターです。なんか有精卵から生まれたそうで殻がちょっと赤くてひよこみたいな感じだそうです。たくさん並ぶとより一層可愛いですね。癒されます。こちらキャラクター大賞のブースにやってきました。去年はこのままプリだったんですよね。リンリンどれが好き？カエル色？人の色が可愛いよね。何が好き？私もこのままプリ好きだけど大人になってからマイメロになりつつあるけどでもどっちも好き。ね、どんどん変わっていっちゃう。そう。あ、でも決めらんないね。結構いっぱいあるね。ね。シャーミングリーンも好き。あ、私も。ね。そう。これが高校生の時はすごい好きだ。好きだった。どれにしようかな。ルルル学園出ました。これがすごく可愛くてベッドなんですけどこう小物入れになっているそうです。めっちゃ可愛い。なになにこれをつけてなんか物作り。確かに工場長だから。確かにでもこんな可愛いの似合わないよ。似合わないよ。リンリンっぽいもん。なんとラデーとコラボしてるところもあるそうです。こちらトランスフォーマーとコラボしているところもあります。こんな感じでぐで玉がまとわりついています。かわいいな。足も手にもぐで玉がむぎゅっと握られてます。そして最後のニュースに、マスクティーチャーマスクにぐでたまのマスク。これ食べたい。お鍋のセットがあります。こんな鍋で鍋したいですね。